皆さんこんにちは、全くの私事になりますが、実は私、結婚いたしました。今回は夫婦で行ったキャンプツーリングの動画になります。よろしければお付き合いください。全泊地の松本を出発して、で上高地といいますか、158号線で、阿房峠を越えて、奥飛騨を経由して、で今、上岡を通っているというところで、もう少しですね、多分もう1時間かかんないぐらいで、まあ、富山の市街地に達するんじゃないかなと思うんですけども、マックグリドルソーセージ。うん。エクいる？うん。うん。美味しい。確かに暑い。あ、くるくるくる。石川県ありました。そういうわけで今、野越自動車道を走って一気に、能登半島の付け根ですね。氷見を越えて七尾の、ところで。一旦国道に戻るというかね、出ようかなと思います。これずっと行くとどこまで行くんだろう。能登島あたりまで行けるのかな、わかんないんですけど、さすがにこれをずっと走ってるのはつまんないんで、ここから海沿いを走ると。
ここか、ついてた、ここだった、ここだ、あれここだ、そういうか、うん、ほらこっついた、なんかめっちゃいるよ、島に渡るとこです。いやーすごいですねこれね。すごい。おお、能登島入ります。ある見附島。富士山ってこれか。目の前じゃん。目の前で。知らんかった。この駐車場ない。これ公園、公園。公園の駐車場。なかなかの富士山。立派なお宿です。
全然この辺でええやと思って、あ、行ってんじゃん。え、なんかダメなとこあるって言ってなかった？ん？ここじゃないよ、これいいんじゃないよ、これほら、あ、ほんとだ、いいんだ、ここありじゃん、ここありだね。でも車突っ込んじゃん、止められば、別に。平らなところを台にするんだよ、うん、緊迫とスタイルでいいよ、いつでも入る、お土産じゃないな、お店広げてなくて、うん、一回飾るとか、うん、すごいね、うん、すごいね、うん、晴れ晴れから火がつきやすかった。そう、一応青くも勝手にやってくれてる、うん、あれ今焚き火全部出してくれてる、全部半分、半分、あれで半分か。鈴沖さんのイサキです。結構つゆ多め、うん、この刺身はですね、地物の刺身を、鈴沖さんのガンド、まあ、ブリの、ブリまでなってない、魚ってことですかね、違うのかな、小ぶり、これでまず切って、今日のメインディッシュは石川県産、サキイカじゃない、サキイカなわけないサキイカなわけない、ひらきイカってやつですね、イカ開いてくれたやつですね、とこれも地物鈴沖さん、もう鈴の沖なんて、この海のね、で取れた、サザエですね、地物シリーズというか、地元のスーパー大丸で買いました。結構良かったですね、大丸。
Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours. While I'm walking only through the night, you can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break stay with him.